オドメーター1万9000、飛んで55キロ、今回の走行距離が571.0、この間の燃費が 40.2キロ、 40.2キロリッターですね。はい、今回の給油値は 13.63リットル、 13.63リットルですね。今日はですね、今までと違って高速道路の燃費を、測ってみようというふうに考えています。ナビに目的地は、今日は、山口県美祢市にあります御福温泉を、ナビの目的地に設定しています。現在ぼっちは山陽自動車道廿日市のインターチェンジの入り口にいます。はい、ここまで、下道を走ってきた距離が、現在のところ 9.7 キロということですから、約10キロですね。このゲートをくぐるときにちょうど10キロ近く、10キロになりますね。はい、10キロは一般道を走ってきたということで、はい、10キロちょうどになりましたね。はい、そしてここからですね、山口県の美祢市までは、この山陽自動車道を、ずっと高速を巡行していこうと考えています。ここでここで夢を見よう、明日のことは忘れてさ、近い未来越えて行こう、二人の影が沈む沈むオレンジに、なぜか泣きそうになるけど、混ざる混ざる黄昏が今。はい、岩国インターチェンジに差し掛かってきました。現在までの走行距離は 34.1キロ、高速入ってから 24.1キロというところですね。はい、この V ストローム250のね、高速での燃費についてのインプレッションなんですけれどもね、以前はですね、スプロケが前フロント15兆、これはあの新車の時から15兆に変えてるんですけれども、リアは47兆ノーマルのままでね、しばらく走ってましたけれども、その頃のイメージとして、速度帯がね、100キロ巡行、7500回転ぐらいですね、7500回転ぐらいで100キロ巡行ぐらいをしている時の燃費がね、やっぱりそのあたりを多用しますとね、燃費が20キロ台30キロ割り込んでですね、20キロ台までね落ちるというね、そういう認識を持っています。5000回転、4000回転、5000回転、まあこのあたりの速度帯ですね、4000、5000、6000、まあこのあたりの、速度帯は比較的速度とですね、そのエンジンの回転数とのバランスが良くてですね、燃費が比較的伸びるという、そういうイメージを持っています。で、まあ今日ねちょっと走ってみてからの結果なんですけれどもね、エンジンの回転数をね、6000回転ぐらいまでに抑えた状態でね、高速道路を走行すればね、そこそこの燃費が出るんではないかなというふうに、実は目論んでいます。まあ結果はね、開けてみないと分かりませんけれどもね。はい、久我インターのところまで来ました。ここまでの走行距離が 49.4キロ、高速に入ってから、約40キロというところですね。はい、現在時刻は9時52分になりました。ぼっちは今下松のサービスエリアで小休止をかましたところです。はい、皆さん山陽自動車道ですね、結構ね、まあ飛ばして走っとられますね。まあ結構ね、この辺りは直線のね、あまりアップダウンもなくカーブもなく、中国道と違ってね、山陽道は比較的直線が多いんでですね、カーブが少ないんで、スピードがね、出せますよね。だから80キロ区間は山陽道はほとんどないんじゃないですかね。100キロ区間ばっかしですね。現在ぼっちは、下松ですね、山口県下松市を走行中です。やっぱりこの速度で走ってると路線バスにも追い抜かれるんですね。やっぱりちょっと迷惑かな。やっぱりできるだけ90キロぐらいで走りましょうかね。あんまりね、交通の妨げになってもいけません。
はい、現在時刻は10時56分になりました。ぼっちは現在、峰のインターチェンジ出口近くまで、到達しました。山陽自動車道は結構交通量が多くてですね、80キロ巡行は、若干皆さんに迷惑になる可能性があるんで、90キロ前後ぐらいで走ってきましたね。まあメーター読みの90キロですから、実測 GPS でのメーター読みは、まあ、82、3キロといったようなところですね。やはり上り坂ですね、長い、上り坂はやっぱり回転数80前後でね上がっていくのはちょっとしんどいところがありまして、まあ、90キロ超えた速度ね、100キロ近い速度であればスースー上がっていくんですけれどもね、逆に、90キロ以下、80キロ90キロ、まあ、要は6000回転以下ですねになってくるとね、6速って結構しんどいかなという感じがしますね。要はトルクの関係だと思うんですね、6500回転が一番、まあ、トルクのあるところだと思うんで、6500回転ぐらいのところで、上り坂登っていきますと、スイスイと上がっていくんですけれども、そこから下の回転数になってくるとね、やっぱりちょっとしんどくなってくるんで、まあ逆に言えば上り坂のところはですね、ちょっと早め、90キロから100キロぐらいの速度で、上り坂上がっていくと、快調にね、登ってくれるような気がします。逆に回転数を落としてね、80キロぐらいでね長い、上り坂上がっていこうとするとしんどいという、要は6000回転以下のね回転数で上り坂になるときつくなってくるという、まあそういう風なね、相関関係にあるような気がします。はい、峰のね、石灰岩の加工の工場のね煙突なんかが見えてきましたね。この右側が秋吉台になりますね。はい、墓地はこの峰の、インターチェンジを降ります。ここまでですね、高速道路をずっと使用してきたわけで、現在メーターが 146.6 キロになってますから、 136.6 キロ高速道路を走ってきたという計算になります。この辺はね、後でね燃料の燃費の計算をするときにねちょっと役に立ちますので、しっかりとメモリーしておこうと思います。はい、ETC 出口を出るところまで、ここまでを一応カウントします。147キロジャストですね、147キロジャストで、出ました。はい、燃料メーターは一メモリーなくなってますね。下道で走ってたらね150-160キロで一メモリなくなるんですけどね、ちょっと高速で燃費が悪いのかメモリの減りが早いような気がします。まあ、すごいですね、なんか迫力ありますね、宇部鉱山のセメント工場ですね。はい、道の駅おふくが見えてきました。お腹空きましたね。でもお腹空いたのはいいことで、ここで食べてはいけません。はい、この茶色い建物ですね、これが確か温泉ですね。ここはね、おふく温泉ということで、これは、バイクはどこへ止めたらいいのか、これが温泉ですもんね。こっちは道の駅です。はい、道の駅おふく到着です。ここまでの走行距離が 159.7 キロになっています。現在時刻は11時16分です。燃料系のメーターは、一目盛り減った状態になっています。はい、じゃあここで温泉に入ってゆっくりとしましょう。はい、現在時刻は午後の3時1分になりました。墓地は、道の駅おふく美祢市にあります、山口県美祢市にあります道の駅おふくで、昼前から、温泉に浸かってまったりとですねゆっくりと時間を過ごしておりました。でぼちぼちね、じゃあ帰り道に着こうかなということでですね、今、準備をして今から
帰宅の途に着こうかと思います。帰りの距離が154キロで17時15分到着予定のナビが出ています。よし、じゃあまた帰りも行きしと同じようにですね、高速道路を通って帰りたいと思います。はい、峰野のインターチェンジに着きました。墓地はここから高速道路に入ります。メーターの表示は171コンマ6キロ7キロですね、要は。はい、1717、171コンマ7キロを表示してます。はい、ここから高速道路に入ります。高速区間になります。やっぱりこうやって走ってますとね、高速をこうちょっと走ってますと、やっぱり95キロから100キロの間、エンジンの回転数が6500回転から7000回転の間、やっぱりここが一番走りやすいとこですね。一番パワフルにね、気持ちよく走れるのはやっぱりこのところですね。やっぱり80キロ、90キロ以下は巡航としてはね、燃費とかそのあたりは多分いいんだと思うんですけれども、やっぱりちょっとこうキビキビとしたね、動力性能が若干失われてますので、今のこのボッチのスプロケの配合で、考えるとね、95キロから100キロが巡航速度で一番、気持ちよく走れる速度帯という、ことになりますね。この速度ですね、今の速度ですね。この速度であればね、こういう風にね、急加速もね十分可能ですね。さっきまではですね、だいたいまあ90キロから100キロの間をね、巡航という感じでね走ってきまして、かなりねやっぱり追い越しをするときにね回転が上がりますのでね、追い越しをするときはだいたいまあ7000回転から8000回転の間までねエンジンを回すケースがねありますので、燃費がかなり悪くなってるんじゃないかなと思います。7000回転を超えるとね、もう燃費がガクッと落ちますのでね、7000回転以上を使ってね走ってた時に、リッターあたりね29キロとかね、そんな感じでしたからね。はい、今日はですね、まあ先端内ですね、ずっと通常走行でのですね燃費を計測してですね、脅威の計測をね脅威の燃費をね、叩き出していましたけれども、じゃあ高速道路走ったらね一体どんだけ燃費がね、どれぐらいの燃費になるもんだろうかなということでですね、まあサビとってね、そんなにそんなに日頃使いとね変わったことをしてもいけませんのでね、まあ、おそらく普段走るであろう高速の条件、パニアをね、2個つけて、まあ、中荷重ですね、中荷重で、速度もですね、まあ、比較的走りやすい速度帯、まあ、普段走るであろう、速度帯をね、対応してですね、高速道路を走ってきました。はい、廿日市のねインターの出口に来ました。この高速道路の走行距離がですね、ここまでがですね 308.5キロ、 308.5キロですね。はい、この距離を、メモする必要がありますので、はい、軽二輪3070円、結構高速代高いですね。はい、ということでね、広島市佐伯区の方まで、戻ってきました。ということでこの辺りでね、今回の動画を締めさせていただこうと思います。いつもプロボッチチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければね、グッドボタン、それからチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。走行距離は 316.0 ですね。ちょっと一応覚えておいて、もうこれ以上入りませんね。はい、満タン。8コンマ53リッターですね。8コンマ53リッター。
はい、316キロ走ってきまして、給油は 8.53 リットルでした。燃費見てみます。37.8。まあよく出てますね、高速走った割にはね。はい、スプロケ交換してから1900飛んで1キロ。平均燃費は 38.6 キロ。オドメーターが 19,371 キロ。というデータになってます。